4回の裏、椿ジャビッツの攻撃は2番ピッチャー石岡君。5回の表、ドリームスポーツ少年団の攻撃は4番ライト小田原光太君。5回の裏、椿ジャビッツの攻撃は5番サード森君。7番セカンド岸本君。8番ファースト川井君。6回の表、ドリームズスポーツ少年団の攻撃は8番ショート白石君。9番センター山本君。9番山本君に代わりまして、佐伯君、バッターは佐伯君、背番号8。
チャー木戸君以上に変わります。山崎純君。4番バット小田原浩太君。5番レッド西中君。セカンドランナー小田原浩太君に代わりまして久保来輝君背番号11。1番レッド篠森君。Thank you.
ご覧のように準決勝第1試合ドリームスポーツ少年団対クラフトエリックの試合が8対6をもちましてドリームスポーツ少年団が勝ちました。